ごと一発毎日カットバッシング始まりました。今日はですね、1月23日土曜日です。おはようございます。ちょっと寒いです、みたいな、みなかみに来てですね、ちょうど1週間が経ちました。めちゃくちゃ楽しい充実した日をですね過ごさせてもらってます。みなかみ町にはね、感謝したいと思います。そして今東京で、とんかつパンパン、ドラム缶ヤッホー、それぞれ、鶴と兄弟がかましてますけど、本当に2人が頑張ってるから、毎日売り上げの報告を見て俺はニヤニヤしてます。はあ、本当にありがとうございます。そしてですね、その2人、鶴と兄弟は本当に俺がいない中、自分で考えて、全て自由にやるわけじゃないんだけど、本当に、なんだろうね、俺がいる時よりも、もっと考えて、いろいろ試行錯誤して、売り上げを立ててってるんだと思うんだよね。うん。で、俺は、店を作るのが好きで、で、その店が軌道に乗ってる、とこまで行くと、俺の中では、あ、もう、これは完了しましたみたいな。で、そこのモチベーションでその店をずっと持続させようっていうマインドは、まあ正直そんななくて、もうお前らできんだろうみたいな、じゃあやっちゃうかみたいな、手放したいなみたいな、で次のステージにね、ボンボン上がってきたいんですよね。うん。な時に2人にはできるかなっていう、まあここはテストじゃないんだけど、まあここで2人の帰って東京で2人の意見を聞いて、まあいろいろ進めていこうかなって思うんだけど、まあ自分っていうのはもうもろくそ自由人なんでね、俺本当にやりたいことをやってるだけ、でこんなね、田舎とかにもいきなり行っちゃう、それを許してくれたね奥さんとか家族、まあありがとうございます。だけどこの自由人もう止められないですよね。もう家族っていう超巨大なブレーキがあってもですね、鹿として来ちゃうぐらいなんだから止められないんですよね。でまあやっぱみんななんか次何したいのとか夢あんのとかどういうこと考えてんのとか、まあ、あるんだけど、まあ本当単純にシンプルに世界でやりたいなと思ってます。はい、いや調子こいてるみたいな、言われるんですよね、こういうことを言うと。だけど調子こいてるんじゃなくて別に世界でも通用するっしょみたいな、もう思っちゃってんだよね。で思っちゃったらやりゃいいだけで、で別にそれをね誰かにバカにされたとかいいんすよ。何でもなんだけど、本当にまあね、20歳ぐらいまで、20歳ぐらいまではあんまりバカにされてこなかったんですよ、人に。多分波の人生、まあ普通人間、適当に高校行ってみたいな感じだったから、で花屋で働いてみたいな感じだったからバカにされることはなかったんだけど、20歳過ぎてから激バカにされるようになったんですね。まず20歳になってからラップをするという、でそのラップっていうのもただライブハウスで1回2回やるとかそんなんじゃなくて、天下取るぞと、まあもう壮大なスケールがあったわけです。もうコンセプトがドラゴンアッシュになるっていう、俺たちはドラゴンアッシュを超えるんだっていうとこからスタートしてるんですね。だから超えるためにいろいろ試行錯誤したし、まあ、曲も何百曲って書いたし、ライブもドラゴンアッシュの何十倍もやらないとあの人たちには追いつけないっつうんでやっただ。でなんか犬のジャージ着て超ダサい服着てラップしまくってたけど、だけどその時まあ俺パンチパーマとかだったじゃん、その時はねすげえバカにされたんだよね20歳超えてパンチパーマとかないでしょとか、なんなのいきなりデビューしちゃわないでよとかさ。いやだけどそんなことやっててもさ、バカにされればバカにされるほどそれはなんか恥ずかしいことじゃなくて、俺の中ではやべえ人気者癖っていう高まってっちゃったんだよね。なんかバカにされてるんだけど、あ俺人気者癖みたいな、その勘違い。まあそうやって人生自由に生きてきて、でだけどまあ本当になんだろうな、あだけどここじゃないのかなみたいな。で音楽をやめるっていうよりはまあ続けていくのは全然ありなわけだし、で今も全然続けてるんだよね。だけどその主戦は
その金を稼ぐって部分では、まあ、音楽じゃないのかなって、そこにはちょっと才能がなかったのかなと思って、まあもっとねやめないでというか、もっともっとその続けてたらまた何かあったかもしれないんだけど、まあとりあえず俺はそこで一線を置いたの、ここでいいやと。でその一線を置いたのはね、あれがあったんだよ、暴力団を辞めて一人でやりたいってなったんだよね。個人で活動してどこまでいけるのかって、俺自身のその力っていうのは暴力団っていう超巨大なパワーメンバーとやっててあそこまでいけた、じゃあ俺個人だったらどこまでいけるんだっていう、うん、その時なんかもう俺古谷健二はかっこいいなとか思ってて、でドラゴンアッシュ辞めてソロ活動したりとかしてて、で桑田佳祐とかもサザン辞めてソロ活動してて、でなんか自分の中でソロが流行ってて、うん、そういう人よく見てて、で自分もじゃあソロになって一人で何できんのみたいななった時に、やっぱその音楽で一人でどうできるとなった時に、俺はねオーディションを受けまくるんですよ。でその中の一つでそのオーディションで、グランプリを取ると、ニューヨークのアポロシアター、うん、アポロシアターでライブができるっていう、日本人ナイトっていうのがあったのかな、毎月1回金曜かなんか第4かなんかの金曜にやってるイベントがあって、アポロシアター、マイケル・ジャクソンとかもやってるところで、そこ行きてえなと思って、でまあそのオーディションがあって、それ六本木ヒルズの何回だか忘れたんだけど、そこでやって、でまあステージがあるんですよ。でステージでいろいろなパフォーマーの方が出てきていい感じだったので、なんかこのジャグリングとかこんなやってるやつとか、なんか腹話術やってるやつとか、とにかくなんか何でもいいんだよね、芸人みたいなやつとかもいたし、まあそこに俺はラップで出てったんだけど、でこうやってステージがあってみんなそこでやってんだけど、でちょっとレベル高いなと思って、やっぱりアポロシアターレベル高いな、まあこれでグランプリ取らなきゃいけねえんだろっつって言った時に、俺が出た行動が、ここのステージがあります、でこっち側に審査員席があります、あの木のテーブルがあります、そこに15人ぐらいいます、でここのステージで、ああ、ヨーヨー、チェック、ワン、ツーとやってても意味ないと思ったんで、俺はダダダダダって走ってって、ここの、審査員がいる机の上でラップを3分したんですよ。そしたら、俺グランプリ取って、ニューヨークのアポロシアター行けたんですよ。まあ誰もやんねえよな、みたいな。いや、まあ本当、そこの、なんだろうな、その、オーディションに来てたやつ、全員が俺にビビってました。まあそうだよな、と。その時も、暴力団の時はパンチパーマだけど、一人の時は別にパンチパーマじゃなかったの。だけど、そのオーディションの日はパンチパーマで行ったよね。うん。それで、やっぱり自分、それで、犬のジャージ着て、うん、やってたんだけど、やっぱりなんかね、人と違うことじゃないけど、まあ、ここぞという、なんか、勇気を振り絞ってっていうか、まあ、覚悟があったというか、別に、そこの、審査員席のところで、やったところで、まあ別に警察にパクられるわけでもないし、だけど俺の気持ちを出すにはここのステージじゃあんたらとの距離は遠いぜみたいな感じでなんか思ったね。そっち行って飛び乗ったりしてさ、それでニューヨーク無事行くんだけどさ、まあそうやってやって、でアポロシアターで行って、でライブ始まる時に、なんつったっけな、これと、My father is ninja つって、なんかそのとこから、忍者の歌かなんか歌ったんだよな。うん。超懐かしいな。そうやって、なんつうんだろうな。もう、生きがりまくってきたのよ。とにかく。うん。誰よりも生きがってこうって決めて。で、別にそんな生きがるのって別に迷惑かけねえべ、みたいな。うん。思ってやってんだけど。で、まあ、それで、そこで一つの俺の中の、なんか、音楽っていう枠はなんかストーリーはもうなんて言うんだろうな、まあ映画なんだよね、五島一発っていう映画があったら、まあ撮れ高で言ったらもう案外最初の方かもしれないんだけど、音楽っていうところがあって、でこっから飲食っていうところがあって、どんどん感動に持っていくのかわからないけど、まあ映画があるわけじゃん。だから
俺の映画はさ、やっぱ生まれてから80歳までって、まあ大体人間80年って言われてるんだから、そこまでの、まあ20代の、まあエピソードだよね。だから映画にしたら、そうだよな、1時間30分ぐらいの映画だったら、90分だったら、もうそこで30分ぐらいやっちゃったかな。そしたら今次の30分になってる。うん。で、ここら辺が案外長い。ストーリー、まあ、結婚あってとか子供ができてとかそういうのがあって、で最後のストーリーがあるという3分割ね、前編中編後編みたいな。そしたら今もう中編をさ生き抜いてるわけじゃん。ここをどう、あの映画の面白いところ、あ一番盛り上がるところみたいな、クライマックス前みたいな、まあそういうところもやっぱり、まあ20歳まで静かめスタイルだったと。で、20歳の誕生日に俺は成功者になるんだって決めてたから、なんかその成功者は絶対にロレックス、成功者の証でしょみたいな感じで。で、20歳の誕生日、自分の誕生日の時に俺はハワイにいたんだよ。で、アラモアナショッピングセンターのロレックスの前で、あ、これ絶対買おうと。俺成功者になるからっつって買った時計がロレックスのサブマリーナ。で、55万だった。まだ覚えてる。うん。で、そんなのがあったりさ。で、始まって。で、暴力団とかやって。で今があって、で飲食も今楽しい、まあじゃあ超突き抜けたことしてえなーみたいな。だけどこの飲食が平井と亀戸とかで、あと二平寺セカンドとか、この3個の店舗じゃ俺の中ではつまんないの。これどんな楽しい映画になるかわかんないけど、3個じゃちょっとつまんないでしょみたいな。やっぱ舞台は世界に広げたいなっていう、うん、普通に。でこっから俺の世界編が始まるんだみたいな、やりたいじゃん。だからこういった田舎町でもどういったことができるのかとかさ考えてさやってさ、やっぱり自由だよ、うん、自由に行きたいからさ、うん、だから誰からもなんか言われるわけじゃないけど、とりあえず、まあ、なんか吸収して、うん、毎日毎日スポンジ君だよね、うん、超吸収して生きてるけど、やれないことなくないとか超思っちゃうんだよね、うん。な、本当飲食の業界で例えば一風堂がフランスでやってますとか、うん、吉野家の牛丼とか世界にあんじゃん、うん、俺がやったって別におかしくなくねみたいな、全然ありだと思うんだよね。だってあれさ、別にあいつらなんかドラゴンボールがあって、それで願いを叶えるっつって、一風堂の社長がパリに出したいとか言ってやったわけじゃないよ。ただただ一風堂の社長が頑張ってやっただけでしょ。だから俺は別にドラゴンボールに頼ることなく俺もいけると思ってんのよ、正直。これマジな話なんだけど、本当に。だからお前バカにしてんだろうとか、夢とかそういうのって全然なくて、本当やりてえことっていいんだよね。やりてえことを貫きまくろうぜっていう、うん、本当それでいいと思ってんだよね。だからバカにしてほしいんだよね、もっともっと。お前バカじゃねみたいな、お前ちょっと頭いかれてるっしょみたいな。だけどそれがまあ本当に、まあ俺多分マジコロナのせいとかにはしてないんだけど、世界開けたらまあガンガン、あいつも通りみたいにパン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 とか行けるようになったら確実に世界行きます。はい、あれタイ、うん、タイいいね。バンコクいいんじゃない、マジでいいと思うよ。あとねカンボジアだね、激アツなのは。うん、あそこでまあ商売できたらいいかなと思ってて、でその世界に発信するには一人じゃ心細いとか思ってるかもしれない俺がね。その時に今回のここの社長の三松さんとか、まあ本当に手広くやってるのよ。スキー場から洋服から貿易からコスメからとかって、だ時に、あなんかこの人は、俺はこのキャンプファイヤーだけじゃなくてその三松社長を全て見てて、でこの人を世界にね、俺がこのもう常にもう俺クラウチングスタートだから、もういつでも飛び出せる体勢ではいるんだ、ういういういって。だけどそれにはちょっと最後にでケツを叩いてくれるやつというか、まあそういうのが欲しくて、でやっぱり世界を走ってる人のそのコース取りっていうのは見たいわけよ、近くで。だから俺ここ来てるの。だから最終的にまあキャンプファイヤーの売り上げ上げるのもそうなんだけど、三松社長に俺提案があって、俺の考えがあると、でそれを提示しますと、でそれを1000万出資してくれというところが今回のミソなんですよ。世界進出するための僕のそのきっかけというか第一歩、うん、もう覚悟はできてるんで、もうクラウチング覚悟はできてるんで、そのケツを叩いてもらうためというか、
行けますかねっていう、ちょっとお伺いも立てたいし、行けるって思いましたみたいな、だったら金くださいみたいな、まあ超ふざけたことなんだけど、だけどそういったこともやっていこうかなって思う。1000万のビジネス、1000万あればできるよ。だけどそうやって本当に、まあタイでも、バンコク、カンボジアとかね、まあアジアでねぶちかましていきたいなと思ってます。まあ本当にねパリとかも全然やれるなと思ってて、本当豚肉ね、豚とパン粉持ってあっちでね勝負してもいいと思うんだよね。まあとんかつっていう文化をまあヨーロッパでまあ知らしめてえなとも思ってるし、まあ別にパリとかの豚さ、フランスの豚とかさ、わかんねえじゃん。だけど、やっぱ、突き詰めたいなら行っちゃえばいいじゃん。だから、来年とかはね、海外にね、バカスカ行くんじゃないかなと思ってます。はい。僕は。はい。それは旅行じゃなくて、やりたいことの実現で、に対して、俺は世界にブン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 飛んでいくと思います。なんで、そうっすね。みんなさ、まあ弱いやついるじゃん、なんか死にたいとか、やめろよお前、80年さ生きるのにさ死にたいなんて、お前の映画超つまんねえなみたいな、だからそういうやつはやりたいことがわからないとかそういうこと言ってるやつは楽しいやつのとこに行けと。であと目の前いるやつ全員幸せにするっていうマインドでいたら、ちょっとね死にたいとか言わなくなるよマジで。目の前いる人、会う人、すれ違う人、どうやったらこいつのこと幸せできるのかなとかずっと考えてる。そうすると楽しくなっていくんだよね。それがなんか商売につながったりもするかもしれないね。だけどまあ人を幸せにするイコール商売じゃなくて、まあとにかく、まあ、死にたいとか言ってるやつは人を幸せにすることをもうマジ大注目でいけばいいんじゃない。本当に。だからここにいるキャンプファイのメンバーとかもまあすげえいいやつ多くて、だけどなんかちょっと足りてねえなみたいなところもあって、だから今週まあ今日明日か、明日三ツ松社長来るんだけど、お題があって、アルゼンチンのチミチミソースみたいなのがあるんだけど、家庭用のソースみたいな、でそれがうまかったから社長とかが食ったら、それをここの店でも作れと。で来週、あまあ明日か、来る時に来週までにって1週間前のお題だったのかな、いやそれ作っとけって言われたっつって、でそうだね、水曜とかに高人にお前ソース作ってんのって言ったら、いやまだ作ってませんっつってて、お前大丈夫かよっつって、で社長来んだぞ日曜日っつって、そしたらまだ作ってませんって言ってたから、そういう時はどうしたらいいかっていうのを俺が教えてあげたんだけど、とりあえずソース3つは作れと、やばいなと思う感じで、でまず1個出すと、それで社長がとか、うまいとか言うかもしれない。どんな反応するかわからない。1個目。そしたら、社長つって、実は違う味がもう1個ありますとか言って、2個目出しちゃうみたいな。まあ、こういうのって仕事とかでも提案って大事で、まあ、やれって言われたことを、はい、やりましたっていうのは簡単なんだよ。だけど、それがさ、納得いくものかなんてわかんないじゃん。人それぞれだし。それがうまいか思わないかとか、人それぞれじゃん。だから、3種類ぐらい作っとけと。そういうことを言っといた。そしたらですね、今日ね、昨日か、そうか、昨日ぐらいから上で2人が、ケンちゃんと高人がずっと作ってるわけですよ。こうかな、これ食べてみてくださいとか言って。で、やってるの見て、ああ、いいことしたな、みたいな。まあそういうアドバイスも、俺できてよかったな、と思って。だから、チュミチュミソースだっけ？アルゼンチンのソースとかも、めちゃめちゃうまいのできるんで、まあやっぱ食べたことない味なんですよね。だけど、なんかうまい、みたいな。で、さっき、ちょっと前に食ったのは、なんかバジルが強すぎちゃって、これだとチュミチュミソースじゃなくて、ただのバジルソースじゃないみたいな感じになっちゃったんで、まあそれは多分ボツになると思いますけど、そうやってですね、まあ人生をさ、謳歌していこうぜっていうかさ、もう自分のやりたいことをさ、どれだけ生き返ってやれるかってことなんじゃないのと思ってるんですよね。だから俺と同じね、気持ちのやつとかで、もう世界行こうぜみたいな、世界取っちゃおうぜみたいな、世界で生きがりてぃみたいなやつは、もうどんどんくださいよ、連絡くださいよ、行っちゃおうぜマジ。俺たちにできないことはない。メンタルハードコア、よろしく。後藤一発毎日勝つ飛ばしてくれ。